じゃあまだね、全然練習中なんですけども、明るい歌いきます。なんか座り心地悪い。なんだなんだ。あの、何年前かな、あのちょっと待ってね、計算するから。ウニの前にサリーちゃんっていうにゃんこさんと17年間私暮らしたんですね。だから9年前に17年間暮らしたサリーちゃんっていう女の子のアメショーがいたんですね。そのサリーちゃんが毎年毎年サリーちゃんにも暖かくなってほしくて、サリーちゃんのこう入ってくれるね、サリーはウニと違ってドームにもこうにゃんこドームにも入ってくれて、その寒い思いもしなかったしね、ドームの中にいっぱいこう毛布とかぬいぐるみとか一緒に入れてあげて暖かくできた子なんですよね。ウニはあのドームは怖がって入らないんですけど、だからサリーちゃんにはもう毎年毎年ね、オレンジの可愛いオレンジ色のねフルーツみたいなあの山だったりとか、もう本当にあのブルーのあのトナカイさんの描いたこういうドームだったりとかやってね、一番最後にこの私がね座っているこのあのこれすごい可愛くて、これすごい高かったんですけど、もうサリちゃんがねもう17歳で高齢で、もう本当にこう何を最後までしてあげれるかって思ったら、そういうあったかい冬があったかいことであるとか、そういうことしかできないから、もう本当にあの百貨店でね張り込んで、なんか高いブラウンドのところの買ったんですよ。これ1969年からこういうものを作っている会社っていうところで、であのこれにこう巾着みたいなのにねモコモコで、これにサリちゃん最後入ってた姿もまだ脳裏に焼き付いててね、いい思い出なんですけど、でそれを捨てるのがねもったいないでしょ。だってもう17歳の時に買って数ヶ月しかサリちゃんが入ってくれなかった。でもすごい思い出の品で、もう亡くなってから9年経つんですけど、こう冬はこれをおざぶにして、私がサリちゃんのねこう思い出をかみしめてるところに今おざぶ座ってるんですけど、ちょっとなんか段になっちゃって、ちょっとちょっと待ってくださいね。で今日は本当にねまだしっかりとコードの方ができてないので、もう本当に練習の、 あの歌なんですよ。歌っぴだけど聞いてくださいね。でもね明るくなる歌だから、なんかこう今の自分自身を励ましたりとか、皆さんもねもうお正月の頭にはさ、元旦にはさ何々をしようと思うけど、いざ本当の暮らしになったらこう目標になったことがねできなくて、ただの日常にもう戻っちゃったみたいな感じのもあるじゃないですか。でもやっぱり自分が一度元旦に決めたことをね続ける秘訣っていうのがあって、私はいつもやるんですけど、ジャーナルっていうんだと思うんですね。ジャーナル、ノートに書いて目標と何年後にはそうなってる、じゃあ、例えば10年後にはこうなりたい、じゃあ5年後はどうなるように、4年後は3年後は2年後は1年後は1ヶ月後は、この始めたことが2024年の1月1日に始めたことは2024年の例えば4月にはどれぐらいの程度に進んでいるであろうかとか、10月ぐらいはどうだったかなとかいうふうにノートにこうやりたい目標が何ヶ月後にはどうなる、何年後にはどうなるっていうと書いていくのがジャーナルっていうんですって。去年言葉を覚えたんですけど、だから私も今年からなんか水彩画も始めるし、それから去年から続けてパソコンのタッチタイピング
タッチタイピングっていうのもやってるんですね。本当に最初8点とかだったのに今48点とかで、やっと笑いますよ、笑わないで、3級になれたんです。これも2級1級って言ってね、もしテストに受かればいいなと思って。ですごく苦手なあのデジモノ、もう本当にアナログ人間で、本当にすごく時間がね、新幹線のチケットとか取るのにもう本当にインターネットでやってね、割引にやっとなったと思ったらフラフラになってね、足を椅子にぶつけて骨折しちゃったりとか、もう本当に去年もアナログ人間で、もう本当に実生活で困ることいっぱいあってね。でもやっぱりいろんな新しいお仕事に挑むにはやっぱり IT パスポートって言ってね、本があるんですよ。それも読んでますし、あとね、自分が、これから先何かを成し得るには大切な時間の使い方っていうのをね、その本を今読んでいます。はい、そのことについてもいろいろ話したいと思います。ちょっと待ってね。フランスのカシスのジュース、すっごく美味しいです。甘酸っぱい、美味しい。どこへ。じゃあ行きたいと思います。あ、飲んだからお腹大丈夫かな。行きます。下手くそだけど元気にが出る歌だよ。涙の数だけ強くなれるよ、アスファルトに咲く花のように、見るものすべてに怯えないで、明日は来るよ君のために。突然会いたいなんて夜更けに何があったの、慌てて上空にしてもその笑顔が悲しい、ビルの上にほら月明かり、抱きしめてる思い出とかプライドとか捨てたらまたいいことあるから、涙の数だけ強くなれるよ、アスファルトに咲く花のように、見るものすべてに怯えないで、明日は来るよ君のために。涙の数だけ強くなろうよ、風に揺れてる花のように、自分をそのまま信じていてね、明日は来るよどんな時も、明日は来るよ君のために。涙の数だけ強くなれるよ、アスファルトに咲く花のように、見るものすべてに怯えないで、明日は来るよ君のために。突然会いたいなんて夜更けに何があったの、慌てて上空にしてもその笑顔が
が悲しい。ビルの上にほら月明かり、抱きしめてる思い出とかプライドとか捨てたらまたいいことあるから、涙の数だけ強くなれるよ。アスファルトに咲く花のように、見るものすべてに怯えないで、明日は来るよ君のために。涙の数だけ強くなろうよ。風に揺れてる花のように、自分をそのまま信じていてね。明日は来るよどんな時も、明日は来るよ君のために。はい、ありがとうございます。もう11分ぐらいになっちゃった。じゃあもう一曲ね、夢を諦めないでも歌おうかなと思ったけど、今日はこのつもろを一曲にしたいと思います。皆さん、人生って、日々いろんなことがありますよね。でも辛いこともあるけどいいこともあるから、いいことを見るように、そうですね、明るい気持ちになる歌を歌って、明るい物語を読んで、優しい人に触れて、自分もなんかこう朗らかなことを考える、楽しいことを考える、そういう風にしていくことが、起こってることは変わらなくても自分の受け取り方で、幸せに今すぐなれる、そんな風に、日々考えて、いろんなことはあるけれども悩むこともあるけれども明るく生きようと思っています。それでは皆さん、元旦に、志した、ことがどうぞ、年末にはここまでできたよってみんなでこうねお話しして、よかったねって褒めてもらえるように、みんななりましょうね。それでは風邪に気をつけてください。あ、いいね、高評価よろしくお願いします。バイバイキーン。